ゲイリー・ショッカーは、アメリカ合衆国出身のフルート奏者、作曲家、ピアニスト。15歳の時ニューヨークフィルハーモニックと共演。フィラデルフィア管弦楽団、ニュージャージー公共楽団、ダラス公共楽団、ウエストジャーマンシンフォニア、イタリア合奏団とも共演。コロンビア、パナマ、カナダ、オーストラリア、台湾、日本、ドイツ、フランス、イタリアで。 ツアーや指導を行っている。200作品以上のフルートのための作品を作曲している。フルート奏者のジェームズ・ゴールウェイはアイルランド・アデア・フェスティバルでショッカー作曲の競争曲グリーン・プレイセズを初演し、またニュージャージー交響楽団とこの作品を共演している。2015年、クラシックギター奏者ジェイソン・ボート・ハープ奏者、ヨランダ・コンドナシスはショッカーに ヒップノタイズドの作曲を移植しており、同作品はアルバムトゥギャザーに収録された。ショッカーはフルート曲のほか、多数の歌唱曲、劇音楽、子供向けのミュージカル音楽を作曲している。また、ピアノ、オーボエ、バスーン、クラリネット、2台のピアノのためのソナタを作曲している。2007年、ビワコ国際フルートコンクールの移植を受け、ビワコウィンドを作曲。 フルート奏者として日本と台湾で何度か公演を行っている。2012年台湾国際フルートフェスティバルに参加し、自ら作曲したフルートとオーケストラのための作品3曲を演奏。2015年8月には第17回日本フルートコンベンションで自ら作曲したグリーンプレーセズとハナー S グレードを演奏。2003年以来、 ニューヨークのホーリークロス修道院で世界中のフルート奏者を集めたマスタークラスで指導を行っている。ニューヨーク大学の教員を務め、またニューヨークとペンシルベニア州イーストンで個人的に指導活動を行っている。ウィリアム・ S ・ヘインズとルイス・ロット制作のフルートを使用。またデビット・ウィリアムズとデビット・チュが作ったヘッド・ジョイントでも演奏している。 1978年に国立フルート協会のヤングアーティストコンクール。1980年にニューヨークフルートクラブのヤングアーティストコンクール。1985年にはヤングコンサートアーティストインターナショナルオーディションを受賞。国際クラリネット協会の作曲賞を2度受賞。また、ナショナルフルートアソシエーションの音楽賞を複数に渡り受賞。シリー・ミラー。 クリスティ、アンアノテーティド、ガイドツー、ゲイリー、ショッカー、S ミュージック・ホー・フルート・アンド・ピッコロ、フロリダ・ステート・ユニバーシティ、http コロンスラッシュスラッシュ f s u デジタルドット f l v c o r g スラッシュ isla n d o r a スラッシュオブジェクトスラッシュ fsu、183829、デイティストリーム、pdf、ダウンロード、サイテーション、 PDF2019 年12月29日閲覧。ありがとうございます。